神戸市交通局700系電車は神戸市交通局がかつて所有していた路面電車車両である。1935年から1938年にかけて EI 社の改造名義で登場した。登場時は転換クロスシートや男性車輪などを路面電車として初めて採用した当時の車両水準を大きく上回る画期的な車両であった。 昭和戦前期の日本の路面電車を代表する車両の一つであるとともに、日本の鉄道車両市場においても特筆される形式の一つである。昭和初期の日本の路面電車は、例外なく勃興してきたバスとの競争を余儀なくされていた。加えて、神戸市の場合は1934年7月のスイタスマ間の電化開業に伴う、 小泉電車運行開始や1933年の阪神本線岩屋三宮間の地下化1936年の阪神本線元町延長及び阪急神戸線三宮延長など高速電車の市内乗り入れは確かに周辺地域からの利用者を呼び込んだが、同時に並走区間では手強いライバルとなった。一方、受けて立つ側の神戸市電機局も、 ライバルの出現を雑して、待つだけではなかった。昭和初期から安全性の向上とイメージアップを兼ねて、300系、400系、600型といった高体火改造車を続々と出現させたほか、ソフト面においては1934年と1936年に実施したスピードアップをはじめ、1935年3月から、 女性車掌が乗務を開始したことなど、積極的なサービス向上策を展開していた。700型は、そのサービス向上策の最大の目玉として、古林建造をはじめとした神戸市電気局のスタッフが温めていた構想と、それまでに多くの車両の交代化改造を実施していた、電気局長田車両工場の技術力の結晶として登場した。 神戸市営地下鉄三大谷基地に保存されている705号、神戸市営地下鉄三大谷基地に保存されている705号の、車内705の転換クロスシート復元に最新750型より、流用神戸市営地下鉄三大谷基地に保存されている705号のロマンスシート、750型に使われていたものを転用。700型は、 1935年から1936年にかけて神戸市電に最後まで残った木造車である E 社から改造された車両と1936年から1938年にかけて神戸市電発の全構成大型ボギー車として登場した I 社から改造された車両の2グループで構成され全車神戸市電基局長田車両工場で改造された 車体の基本構成はどちらも同じ全長13.6メートル、側面窓配置は 1D8D1 D D で、側窓は幅1100ミリメートル、縦も高さ1150ミリメートルで、窓上部の幕板を省略しただちに優美なカーブの張り上げ屋根につながるという、当時としては破格の大型窓にして展望性を良くしていた。屋根同様、緩やかなカーブを描く前面は三枚窓で、 中央窓上に行き先方向膜を、右窓上に経由地表示膜をそれぞれ取り付けていた。なお、最後に登場した736から740は、側窓上部にごく細い膜板が入ったほか、出入り口ステップのけこみが曲線で加工されているなど、よく見ないとわからないが細部について、モデルチェンジが実施されていた。 700型は曲線を多用した優美な車両ではあったが、当時流行していた流線型とは、市街電車において流線型を採用しても、風圧抵抗軽減の程度は無価値で、しかもあまりにも突飛で軽調であるという理由で一線を隠していた。そして、この700型に始まる神戸市電スタイルは800、系以降の各形式に受け継がれることとなった。室内は、 出入台付近には一人掛けの転換クロスシートが3脚、中央部には二人掛けの転換クロスシートが6脚、並ぶという当時の国鉄二等車並みの豪華な座席に床敷物はリノリウム張り、室内灯にはスズラン灯を模した乳白色のガラスグローブが付き、ドアは神戸市電発の自動ドアという当時の路面電車としては破格のゴージャスさであった。釣川は出入口付近に バネで固定されるリコ式を設置していた。下回りは701から720の登場時には、騒音軽減のために、旧 e 車の白日本車両製のマキシマムトラクション台車を、愛車の JG ブリル製3 9 e マイナスにマキシマムトラクション台車に交換して、駆動輪を日本初の男性車輪に取り替えた。しかし、アイも結局721から742、 更新されたことから、単に台車が振り変わっただけ、という結果になった。主電動機は、E 車改造のグループが1時間定格出力 30kW、I 車改造のグループが1時間定格出力 33.6kW のものをそれぞれ総加した。このように画期的な700型は、同時期に登場した大阪市電901型とその、モデル陳ジ車の大阪市電2 0 0 1系。 2011、系、京都市電600系、阪神国道線71型と並んで、戦前の関西の路面電車を代表する車両となった。また、戦前の日本の路面電車を代表する車両としては、これらの形式に名古屋市電1400型を加えてあげられることが多いが、その中でも700型は、阪神国道線71型と並んで、大きく取り上げられることが多い。 700型は、まず1935年改造の15両のうち8両が、1935年12月8日から運行を開始した。運行開始前日に701.703号を使用して、市会議員やマスコミ関係者などを招待して、試乗会を実施したが、大変好評で、中でも男性車輪の乗り心地及び騒音低減効果について大変驚いたという。 図色も700型からはそれまでのグリーン一色からグリーンとベージュのツートンカラーとなり一目で新車とわかる図書区と外観、そしてゴージャスな内装はロマンスカーの愛称ともども市民や利用者の大きな人気を集めた。戦前の神戸市電は新規軸を積極的に採用していたことから東洋一の神戸市電と内外から呼ばれていたが、 700系の登場によってその枕言葉を不動のものとした。その後も700系の増備は続き、愛車改造後は JKL の500系残存グループも700型に改造する計画も立てられた。しかし、700系の前世紀は短期間にとどまった。1937年から始まった日中戦争が長期化するにつれ、神戸市内には造船。 製鉄などの重工業が集中していたことから、工場への通勤客が増加、クロスシートの700型では乗客をさばけない事態が発生していた。そのため、JKL 社の700型への改造は中止されたほか、その後のゾービ社も3扉、大型ボギー車の800型に変更された。日中戦争のさなか、1938年7月5日に発生した。 阪神大水害によって、神戸市電は、手ひどい打撃を受けてしまう。その参加から復興する間もなく、太平洋戦争に突入して、戦時輸送に追われることとなった。大量輸送第一の戦時下では詰め込みに不向きな、クロスシートは撤去され、ロングシートに改造された。さらに、太平洋戦争末期の神戸大空襲。 中でも1945年6月5日の空襲で、妻、布引、カスガノの,の自然全車庫が被災したほか、昼間空襲のため市内で被災した車両が続出、700型は半数近い18両が、戦災によって失われた。中でも、最終改造の736から740のグループは、737以外の4両を喪失するという、 極めて生産な被災ぶりであった。また、残った700型もガラス不足のために大きな窓ガラスが破損しても、ベニヤ板やブリキ、あるいはジュラルミンで塞ぐしか手段がなく、哀れな姿で押し寄せる乗客を詰め込んでいた。その後、1950年には、戦災者の決盤を整理する形で改板を実施された。戦後しばらくして世相が落ち着いてくると、 クロスシートこそ復元されなかったが、窓ガラスはきちんと整備されて、戦後登場の900.1000型などとともに、神戸市電の主力として、全路線で運用された。1948年には、QI 車改造グループの装着していた、日本車両製造製、マキシマムトラクション台車を900型に年出、同グループは代わって500系の台車を装着するという、 台車の振り替えが実施された。またロマンスカーの後継者として750型も登場した。1958年には全面ヘッドライト左右に方向指示器を取り付ける改造を実施し、1960年代に入ると行き先方向幕や経由地表示幕ドア、上段窓といった固定窓を H ゴム指示に改造する車両が現れたほか、窓枠を アルミサッシ化する車両、出入り口ステップのけこ込みを曲線で加工した車両など、様々なタイプの更新車が登場した。700系の廃車は、資源終末期の1968年から始まり、1970年3月の山手、上沢、スマの各線が廃止された際に、全車廃車となった。廃車後、魚商としてスマ沖に沈められた車両もあったが、 705と708が保存対象者となり、そのうち705が750系の座席を使用して、かつての姿に復元され、708は王子動物園に保存された。その後708はハーバーランドのレンガ倉庫レストランの横に移設されたが、老朽化が甚だしかったことから1999年3月に解体され、 貴重なブリル 39E-2 台車などの機器は、アメリカのシーショア電気鉄道博物館に寄贈された。705は、現在でも、永久保存車として、神戸市営地下鉄三オ谷車両基地に保管されており、車庫の一般公開日に、同じく保存されている8 0 0系8 0 8ともども、公開展示される。ありがとうございます。